演武開演。どうも、本日はまたスシローにやってまいりました。さて、お寿司食べるの久しぶりだな。もうレビューからですね。まずはこちらのシーサラダをいただきたいと思います。前回来た後、動画を見てくださるコメントさんがお醤油をかけた方がいいよという予言をいただきましたので、今回はお醤油かけていきたいと思います。結構使いやすいですね。ではいただきます。やっぱり最初はこういうのから食べないといけませんよね。まろやかなマヨネーズに醤油のほのかな味が加わってとっても美味しかったです。もちろん中の具材もプチプチと歯ごたえがある魚介と卵のバランスが良くて美味しかったですね。続きはこちら、ね、たたきマグロでしたっけ。とろ、まあこれにお醤油かけるのがおすすめということを聞きましたのでやってみます。ではいただきます。ネギトロでした。これは本当に美味しいですね。おすすめするのも納得です。ただの切り身とはまた違う、まね、食感がありますね。いただきはネギトロにそれに醤油が加わって旨味が増して美味しいです。続きましてはこちら光物三点盛りというものを食べたいと思います。あ、いわゆる青魚ですかね。青魚は普段から食べる機会は多いのですが、お寿司はなかなかないので楽しみです。ではいただきます。魚の旨味は口中で光る。3種類のお魚それぞれの違った旨味が口の中でふわっと噛んだ瞬間に広がります。お醤油はそれを見事に引き立てていますね。確かにかけた方がいいですね、お醤油は。では続きましてこちらの貝三点盛りいただきます。貝もあんまり普段から食べる機会がないのです。こういう時に食べてみたいですね。ではいただきます。そんなに強くならなくたってちゃんと分かってるよ。いるのどの貝もプリプリとした噛み応えのある貝で身が締まっていて美味しいです。ご飯と比べるとその旨味が高めですね。お醤油も程よく染み込みます。ラストはこちらエビの三点盛りをいただきたいと思います。レモンのお醤油、まあいいかな。ではラストのエビいただきます。似てるようで違う、違うように似ている三姉妹ですね。生の弾力、焼いた香ばしさ、レモンの酸味、それら3つのそれぞれ違う味わい方は一度にできてとっても贅沢な気分になりました。尻尾まで食べるのが好きなんですよね自分。世の中には尻尾を食べられない人もいると思いますが、今回も大満足のスシローになりました。また食べに行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。